ほぼ1分で紹介、原子力発電所の安全対策。移動式大容量ポンプ車。原子炉を停止した場合、原子炉や使用済み燃料貯蔵プールなどは海水ポンプで汲み上げた海水との熱交換で冷やされます。移動式大容量ポンプ車は万が一の事故で海水ポンプが動かない場合、代わりに冷たい海水を送り込みます。また万が一格納容器が破損して放射性物質が漏れ出た場合に、大量の海水をかけて放射性物質が外部へ広がるのを抑えるときにも活躍します。